朝鮮族は中華人民共和国の民族識別工作にて定義される中国の少数民族の一つ。中国の国籍を所有し、かつ中国戸籍法に基づく戸籍上の民族欄に朝鮮と記載されていることが朝鮮族とみなす条件である。従って中国に居住する朝鮮民族で永住権を所有していても中国の国籍を持っていないもの。 あるいは戸籍上の民族欄に朝鮮と記載されていないものは朝鮮族とは定義されない。中国以外の国や地域では朝鮮民族でありながら中国国籍所有者であることを明確にするために朝鮮族は中国朝鮮族もしくは朝鮮系中国人と呼ばれ朝京と呼ばれる北朝鮮国籍を放棄して中国国籍を取得した朝鮮族も存在する。 中国では、地方政府の戸籍資料、公式メディア、学術論文等に使用される民族の証拠に関して、非正規表現の一文字略称を用いることが実務的に許可される。その場合、ただしで、ウイグル族、モーで、モンゴル族を表すように、戦で、朝鮮族を表現する。中国朝鮮族の総数は、第5次人口調査によると、約192万人で、 第6次人口調査によると約183万人と減少した。中国56民族の中に人口絶対数が減少した民族は朝鮮族と満州族だけである。現在の人口減少傾向が続くと30年で半減する可能性がある。特に朝鮮族の民族自治地域である延辺朝鮮族自治州の少子高齢化、人口流出、 農村の過疎化などの問題が深刻である。朝鮮族の人口は約230万の韓国系、アメリカ人よりは少ないが、朝鮮半島以外では2番目の朝鮮民族コミュニティと言える。中国国内での分布は中国東北部に集中し、中でも吉林省に約120万人が居住し、吉林省南部の延辺朝鮮族自治州に約八十万人が集中している。 炎吉市には中国語と朝鮮語で教育を行う延辺大学も設置されている。このほか国立高省に約45万人、遼寧省に約25万人、内モンゴル自治区に約2万人が分布し、館内の北京、天津、賃貸を、上海などの大都市にも進出している。各地の朝鮮族集中地区には行政的に朝鮮族自治県や 多くの朝鮮族教、真が設置されている。これら東北三世の主婦には、朝鮮族の学校や放送局、新聞社、出版社などが設置されて、朝鮮語の普及を図っている。脱北者を売り飛ばすためにブローカーしている者や、中華人民共和国に従って、脱北同胞を保護しないなど、他の外国籍朝鮮民族より、事故の利益や自国を優先する傾向が、 かなり強い。サッカーの応援でも中華人民共和国を応援することに韓国や北朝鮮では批判がある。韓国には朝鮮族全体を韓国人に混じっていつ中国政府が追求する国家的プロパガンダに同調するかわからないエージェントとみなす風潮がある。ハンギョレは中国美意気の韓国人に朝鮮族疑惑が湧くことに 韓国社会の根深い人種差別が反映された結果と報道している。中国と大韓民国の国交樹立以来、韓国人との接触が増え、韓国に出稼ぎに行く朝鮮族も多い。韓国では中国の朝鮮族に好意的なものは在中同胞と呼び、彼らは在韓中国朝鮮族は中国同胞や中国巨母と呼ぶ。韓国に留学する。 朝鮮族も多く、2カ国語を話せることを武器にしている。少子化版根化や流入する漢民族との同化などにより、21世紀に入ってから2010年までに、遠編では7割以上も朝鮮族の教育機関と、生徒は激減している。韓国など、積極的な外国への移住により、朝鮮族は、約180万人の人口のうち100万人も、海外に流出している。ただし、 韓国で出稼ぎしてから中国の自治区に帰る者も,も少なくない。これは朝鮮族への韓国人の差別が根深く過酷なために韓国は金銭だけ稼ぐ場所と認識されており自治区の方が住みやすいと広く理解されているからである。朝鮮族の住居室内朝鮮民族は古くから満州の開拓、発展に深く関わってきた歴史を持つが中国が定義する。 朝鮮族の範疇はあくまで民族識別工作の結果によるものであって必ずしも朝鮮民族が満州にて活躍してきた長い歴史的経緯を反映していない。朝鮮族の歴史は満州に発生した朝鮮民族の歴史の一部に杉内が文化的、血統的な見地からでなく朝鮮族が明確な法的、政治的定義を持つ集団であるという立場から 朝鮮族の歴史を語るべきである。日本でよく知られる、豊臣秀吉の朝鮮派兵の際に民軍を率いて、日本軍を迎撃した、李助将。その父にあたる満州の実質上統治者名朝の、両党総兵こと李勢領について、中国鉄嶺市政府が、李氏一族を朝鮮半島からの移民という見地から、朝鮮族や朝鮮族の末裔とみなしている。李勢領の出自を、 李性良是朝族コースへ、太財朝敵先祖家四大と公式見解を示している。朝鮮語の雑誌、延辺文芸の表紙成長の初期に、多くの朝鮮人が満州族の八期組織に取り組まれたため、満州族の名字の中に少なくとも45個の朝鮮名字が存在する。朝鮮出身の高級官僚、地方役人が新朝の中枢に集中し、 後ろくを指揮管理する朝鮮作業が多数いた。また、朝鮮人だけで組織される後ろくが、正規旗満州旗に2つ、成功期満州旗に4つ、計6つもあり、軍勢の数は数万人に上った。1744年に編纂された八旗満州氏族通プにすでに43個の朝鮮名字が記載されている。 真の初期に満州に取り込まれた朝鮮人は人材が排出する名門、貴族となり、満州民族社会の運営のみならず、真国の拡張に関わる重要な戦役に大きな功績を残した。特に、両政攻略、蒙古南部制圧、理事政撃滅、先生、支線、石膏、福建省の制抜、並びに台湾制抜において輝かしい戦績を残し、 満州族の中国支配に貢献した。朝鮮半島の出自が新朝の公式文献に明記されたにもかかわらず、これら朝鮮人の末裔は朝鮮民族の言語をうまく使えないことから、ほとんどが満州族や漢族に識別、認定された。しかし、満州族から朝鮮族へ、または漢族から朝鮮族へ、属籍を改めるケースもある。 白木時代に遡る法という性を持つ通称、牧師朝鮮族は、民の末の捕虜やらち被害者として、新国に住み続けてきた。新朝の時は満州族、中華民国の時は漢族とみなされたが、50年代に俗籍改正を申し出た後、中国の民族識別工作により、1982年に、やっと朝鮮族として認定された。 河北省清流県、遼寧障害県、本圏圏から合わせて2000名足らずの朝鮮人の末裔が3世紀半の歳月を経て朝鮮民族に復帰したというエピソードがある。強い民族意識や農耕文化、氏族の絆と内向的吸引力、逆境において起こる抵抗心理等が民族を守ったと分析される。 中国政府に正式に認定された朝鮮族に限っても朝鮮族の歴史は民末新書に遡り少なくとも400年という上限が成立し決して新朝末期から100年余りのような短いものではない。満州に居住する朝鮮人を中国の一つの少数民族とみなした最初の公式文献は1928年中国共産党 第6回全国代表大会に可決された議案、民族問題に関する決議である。決議の中に少数民族を北部の猛虎、海賊、満州の高麗人の順で定義している。新大初期に満州人が中国を征服すると彼らは退去して中国本土に移住し、また新朝は満州を祖先の地として漢民族の移民を禁止したので、 信頼を通じて満州は人工規剥地帯となった。一方、この時代の朝鮮では農村が疲弊して朝産する農民が多く、これらの急防農民が次第に都満湖を越えて満州に入り込み、焼き畑などを行うとともに野生の朝鮮人参の採集などに従事した。その数は時代が下るにつれて増加し、新朝と朝鮮の国境紛争も発生した。朝鮮では トマン港を越えた朝鮮人居住地をマジマと呼び、王力港を越えた朝鮮人居住地を西関島と呼んだ。新領への朝鮮人の流入は、特に1860年代に朝鮮半島北部で起こった大凶作と1885年の満州への移民禁止の撤廃をきっかけに爆発的に増加した。近代になって、李氏朝鮮が日本に併合されると、 日本の武力を背景として朝鮮農民がさらに満州に流入した。1932年に日本の影響下で満州国が成立すると日本の移民政策もあって新天地を求めて満州国に渡る朝鮮人がまたもや激増した。この時はマジマ地区だけに限らず満州全域に様々な職業の朝鮮人が拡散した。 満州国の朝鮮人人口は一説に300万人とも言われるが、満州帝国国務院総務長統計どころ、厳重国王統計等の公式資料を引用した、満州国人口統計の推計、各年度民族別人口を参照すると、1942年に満州にいた朝鮮人の人口は約160万であった。満州国の崩壊と朝鮮の独立並びに、 朝鮮戦争の勃発によって多くの朝鮮人が帰国したが約100万人が中国内に残留しこれが今日の朝鮮族の起源の一つとなった多くの朝鮮族は日本統治下から中国へ移住したというルーツを持つ第二次世界大戦終結後の1年間で約100万人前後が朝鮮に帰国したしかし遠辺の居住者のほとんどは 満州事変以前に移住し、すでに定着したため朝鮮に引き上げることは少なかった。また、朝鮮に戻っても財産も、生活の場もない、経済的な理由、徴兵された息子を待ち続けるため等の事情から、東北部に残る人も多かった。国民党との対立や内戦で弱い立場に置かれ、東北地区居住朝鮮人の支持を必要としていた、中国共産党は、 中国東北部に泊まる朝鮮人に定住を進めた。戻れない朝鮮人に対しては、機能運動を展開し、土地を分配するなど、積極的な定住条件を創出した。また、朝鮮人と中国人の民族矛盾に対し、中国共産党は、両民族にお互いに偏見を解消して団結するように絶えず、工作を行った。中国共産党の発表によれば、 国境内戦期に中国共産党軍に参加した朝鮮人は64,942人であり、戦死者は3,943人であった。その他に単価隊、運輸隊に参加した者は延辺だけでも302,300人に達した。1947年5月当時、第4野戦軍の15から20%は朝鮮人が占めていた。安幹部は、 民族関係を改善するため、まず東北地区居住朝鮮人大衆に頼った。当時延辺の人口の中で朝鮮人が8割以上を占め、彼らの革命精神は非常に強かった。それに頼って政権を強固にし、武装を拡大したのは正しかった。事実上朝鮮人の武装は比較的安定し、新政権の柱の役割を果たしたと評価した。一方で、 県軍の初期から軍隊内部の民族傾向が強いと批判されている。朝鮮戦争が勃発すると、延辺では戦場に行くことを希望して、入隊を申請した男女が19,394人に達した。入隊志願者のほとんどは中国人民志願軍に従軍し、合計2万4人が参戦した。ちなみに、中国の朝鮮戦争への参戦とともに開始された、 神戸延長運動において、吉林省延辺朝鮮自治州の朝鮮族だけでも、青年4万6千人が参戦している。これらは韓国でも知られており、中華人民共和国のために、韓国滅亡に享受したことで、朝鮮族全体が増汚される、根深い差別の原因となっている。2021年時点でも韓国国内ではいつ、中国政府側に立って、 韓国を裏切るか疑わしい集団とみなされている。彼らの多くは朝鮮の地理と言語に詳しかったため、各中隊に連絡員として配属された。彼らは朝鮮戦場における道先案内、宿営地調達、敵場偵察、対民衆宣伝、交渉などにあたり、これによって中国軍の偵察力、兵団の充実、夜間戦闘の卓越及び追撃速度を高めた。 1949年1月21日、民族工作座談会が開催された。延辺船員高所船員を務めていた林春秋を代表とする側は、延辺を北朝鮮に帰属させ、東北地区居住朝鮮人問題を根本的に解決しようと主張した。ソ連から帰還した林民志の義を代表とする側は、朝鮮人が、 中国で血を流し命を捧げた事実とソ連の実例を挙げながら、延編にソ連式の加盟共和国を成立させることを主張した。民族事務所長の取得会は、東北地区居住朝鮮人は100年前から中国に定着して、中国人及び他民族と共に交部地を開拓し、共同して日本と戦ってきた。中国共産党が指導する自治を実施してこそ、 東北地区居住朝鮮人は、流星し発展することができると述べ、中国の領内における自治を提案した。会議はまとまらず、半月も続けられたが、取得会の提案は、中共吉林省委の指示を得て、中共中央も高い関心を寄せ、中国共産党と中央人民政府の指導下に十分な民族自治権利を享受することで、ようやく一致し、 民族工作座談会は閉幕した。中華人民共和国が成立すると、中国共産党は1952年、民族区域自治実施要項を発表し、55の国内少数民族に自治権を付与した。これに伴い、吉林省南部に延平朝鮮属自治区が誕生し、1955年には延平朝鮮属自治州と改名され、自治州の州庁には、 朝鮮族が就任している。主婦、炎吉には、朝鮮族のための高等教育機関である、延辺大学も設置されている。1990年代の中韓国交樹立以降、韓国へ移住、または出稼ぎに行った、朝鮮族は急増したため、朝鮮族村の高齢化、過疎化が目立ちになった。また、特に、延辺朝鮮族自治州での朝鮮族の出生率は、 急落しているため、朝鮮族の人口が減少傾向を示しつつある。20世紀初頭には、満州地区の朝鮮人はほぼ10万人いたと推定される。日本が朝鮮を併合して、満州を勢力下に置き、五族共和を推し進めた20世紀の前半に、朝鮮総督府の政策で、朝鮮半島の北部の朝鮮八道でいう環境道、平安道の朝鮮人を、 現在の中国の吉林省へ送り、南東部の京商道の朝鮮人を、国流交渉へ、南西部の全羅道の朝鮮人を、遼寧省へ送り、それぞれの地域で約20万人、合計で約60万人の朝鮮人が移住したと言われている。在満州朝鮮人の大部分は、水田開拓、稲作に従事したが、製鉄所、炭鉱などで働く人たちもいた。 朝鮮の独立とともに多くは帰国したが、満州に残留した者も,も多く、その子孫が現在の中国東北部の朝鮮族の主体となっている。現在も朝鮮族が多く住む国流交渉の春貧市、七春市、ジャムス市、吉林省も延辺朝鮮族自治州、吉林市、遼寧省の新洋市、安山市など各地での朝鮮族の朝鮮語方言や食習慣。 日常習慣は、上の述べた朝鮮半島の出身地の方言、習慣を色濃く反映している。朝鮮族は、居住地や家族環境によって、主に使う言語が異なるが、基本的には中国語、朝鮮語両方を学んでいる。中国朝鮮族の教育レベルは、中国平均より高く、漢族を含む人口百万人以上の各民族の中でも屈指である。取得会。 陰頭中音楽、芸術関連、再建、ありがとうございます。